ちは、爆発サザエです。今日は6月4日、天気予報は曇りだったのですが、来てみるならば雨が降り出しました。山を一つ越えると晴れていました。今日は登山をして宝来宮山を狙いたいと思っています。早速登山開始です。暗くなる前にいい場所を探さないとなりません。ただいまの時間18時38分です。日没時間にはなったんで、とりあえずバッテリー2時間だと8時半ぐらいですかね。9時まで持たないですけど、しょうがないですね。こんな具合にですね、木に釣りました。7時6分です。ですね、ムササビが今来たんですね。ビッチェとかのすごかった。ヒューンスコーンとか言って、茶色と白のかわいいやつでした。素晴らしい。7時50分です。今大人が手に来ましたね。ただいま8時23分です。水銀灯切れたんですが、この LED に落ちてきました。やりました、黒沢です。今まだ家まであと1時間半あるんですが、セブンで平田発見。平田の他にですね、台湾動画のエアスポイラーみたいなこの羽がかっこいいですね。帰ってきてから撮影をしてみました。タイサイの歯がくっきりしているのがこのクワガタの特徴です。まるで高砂宮山の模型のようです。そんな宝来宮山がとても好きです。